1848年、特別重要刀剣源清丸華英7年11月14日は、江戸時代後期に活躍した刀工であり、水心子正秀、体系直種と並び、江戸三作と称された名校。波乱に富んだ人生を送ったことから、さらさら陶器の刀工の中でも人気が高い。本名は山浦玉木。初名は正、正いで、秀で、 師匠である旗本の兵学者、久保田清音より、清の一児をもらい、清まろとする。本来は、菅まろというが、現在は、清まろで、広く、長通っているため本校でも、清まろと記す。兄は、東高の山浦正夫で、1853年の、松代藩荒試しで、その作刀の強靭さが証明された逸話が、有名である。 創福寺にある、源清丸の墓文化十年、品の国小室藩赤岩村の名主、山浦正友の次男として生まれ、闘校を目指した兄正雄と共に、上田藩公の河村和隆に、闘校の技を学ぶ。武士を志して、真田幸貫の圧戦で、江戸に登り、軍学者、剣術家でもある旗元久保田清音の門を叩くが、 後に投稿として評価した聖音の貢献で、聖音の屋敷内に火事場を設け修行し、作刀に専念する。天保13年、聖音の尽力により一人三両掛け百振りの刀剣校、武器校百の一を依頼されるが、一振り目を完成させたところで出布し、その年の暮れに、長州萩に現れ二年間を過ごした。その後、江戸に戻り、 重要美術品に認定されているため、久保田聖音君、山浦玉木みなもと、清丸聖、高架日の絵馬年8月日の命がある二尺六寸の強盗を恩人である聖音に送っている。清丸の作品の魅力として、私鉄の面白さと、刀文の躍動感を言う人が多い。四谷北賀町に定住したことから、四谷正舟の異名を取った。火影7年11月14日。 42歳で、自害。墓所は、新宿区、須賀町の総福寺。清丸は、天保十三年、静音の尽力により一人三両掛け百振りの、刀剣校、武器校百の一を依頼されるが、一振り目を完成させた、ところで出本し、その年の暮れに、長州萩に現れ二年間を過ごした後、江戸に戻り、静音に罪を詫びたということが長い間定説となっていた。 しかし、生誕200年企画の頃から、これまでの静音を裏切り出本して、詫びを入れて戻ったという定説を覆した指摘が相次いでいる。その根拠は以下の通りである。作風は、総集伝で、波紋は、互いの目乱れ、または、互いの目長次。平地に、白髪筋と呼ばれる銀筋が現れるのが特徴。ありがとうございます。